どうするべきかな。ぱらこうして、待って、びっくりした。何ブツブツ言うてんの？僕の友達でね、この果物屋さんやってる人がおんねんけど、その店の中にね、カフェコーナー作らはってね。で自分とこのその果物で使ったこのフルーツジュースとかフルーツパフェもまた評判になって、取材取材でえらい繁盛してるという店があんねやがな。すごいね、それでマスターも考えてんの？そやねん、このあのカフェをしながら何かこう一石二鳥一石三鳥になるようなことないかいなと思ってね。なるほどね、それやったら、隣をコーヒー農園にするとかどう？あ、なるほどね、隣をコーヒー農園にして、あ、これ僕が愛情込めて作った豆なんです、コーヒーどうぞ。うわ、やっぱり自家栽培のコーヒーはコクが違うって、アホか。え、こんなとこでこうコーヒーが栽培できるはずがないやないかいな。やる気があれば何でもできるやないの？やる気があってもできんもんはできませんっていうことやね。そっか、それやったら評判のいいその果物屋さんのジュースをここで売るとか、なんやったら果物をそのまま売るとかっていうか、いっそこのお店お友達に買ってもらったら。あー、って言うんだろ、僕はどうなんの？常連客になって売り上げに貢献したら。あー、それもいいねって、なんでそうなるの？懐かしい、金ちゃんでしたっけ、ジローさんでしたっけ、どっちでしたっけ。いや、もうどっちでしたっけね。懐かしいですね。本当ですね。まあ、マスターもああ見えて危機感持ってたんですね。はい、マスターがああ思うのも無理はないですよね、はい、やっぱり身近なところで活躍している例があったら試したくなりますからね、はい、そうですね、はい。まあ、今回はそこでというわけじゃないんですが、はい、マスターの参考になるかどうか、多角経営について説明をしていきましょう、はい、私が考えたところによれば3点。まずはシナジー効果から、はい、本業と関連しやすいところ、これでですねビジネスを成功させていくと。例えばですね、はい、本屋さんがカフェをやると、はい、そしたら、まあ、本屋さんで立ち読みされて、でその後のカフェにも寄って、でカフェの側も、その後ですね本を買って帰ろうかっていう、そういう方いらっしゃいますよね。そうですね、はい、リスクヘッジ。リスクヘッジは今度逆ですね、はい、本業とは真逆のことをあえてやる、例えば客層とかですね流行に、違いの出るものを、はい、あえてセットにする、これはですね洋服店があえて飲食店やるとか、どっちかが×になってもどっちかが丸になるとかですね、そういう仕組みを作ることです。そして最後が、垂直と水平ですね。どういうことですか？はい、まず垂直からいきましょうかね、はい、これは、例えばメーカーがですね、あると、で原材料を買って仕入れます、メーカーが作る、はい、で売る、それから物流で運ぶと、はい、そういう一連のプロセスがあって、今まではいろんな企業がいろんなことを別でやってたんですね、それをもう一つの企業が全部セットでやりましょうと、で一方水平っていうのは、原材料の成分を生かして他のビジネス製品を作っていくと、でこれでまあ横展開をするっていうイメージですね。最近でいくとね、調剤薬局とかドラッグストアが、はい、いろんなもの置いてますよね。置いてますね、日用品、それからまあ当然お菓子ですとか、お菓子の数多いですよ。多いです、はい、安いんですまた、はい、とかくですね、中ぶらりにちょっとなりそうなんです、中途半端、はい、ですから一つも成功してないのに他に移ってしまわないこと、両方ともどっちつかずにね、中途半端にならないようにした方がいいでしょう、はい。じゃあマスターもまずは足元のカフェの経営をきちんとしてから考えた方がいいですね、はい、かっこいいお礼じゃなくてカフェお礼とか、カマキリじゃないカフェマキアとかそういうのしっかりした方がいいかもしれないですよ。マスターどうかな、はいさあ今日も始まりました、滋賀経済ナウ、メインナビゲーターの南あっさです。そして荻窪照明です。荻窪さんには経済に関して分かりやすい解説をお願いしてまいります。番組ではさまざまな角度から滋賀経済の今をお伝えしていきますよ。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ。
荻窪さんは滋賀県に来られる機会も多いと思うんですけど、好きな場所なんてありますか？そうですね、滋賀県は景観がとにかくいいですからね、はい、まあ、なんていうか、ここは湖岸のあたりですかね、これ歩いてるだけでも景色、はい、いいところがたくさんあって私は好きですね。そうですね、うん、公園ですとかプロムナードといったこう普段何気なく目にしている景観に心が落ち着いたり和んだりすることってありますよね、はい、今回注目するのはそうした景観作りを行っている会社です。多くの観光客でにぎわう京都府宇治市。ここ宇治公園周辺は外国からのお客さんも多く、自然の中に調和する名所旧跡は人気の一つです。宇治公園では歴史的景観に配慮した整備が進められています。その公園の整備に関わっているのが愛荘町に本社がある東洋積層、歩道や公園などの工事を手掛ける会社です。東洋積層の仕事は石を素材とした景観作り。一度は訪れたことのある観光地や湖岸のおなじみの風景に東洋積層の仕事は息づいています。どうしてもやっぱりこう出来上がりが目に見えて分かるもんなんで、細かいとこまで気をつけて、高さの段差が少ないようにとか、そういうのはいつも心がけながら、でどうしてもこんだけ広い面積になって水たまりができると目立ったりしますんで、雨上がり、そういうのは特に気をつけてするようにしてます。使われている石もよく見るといろいろな種類が。石の石が6種類あるんですけど、6種類、はい、で3種類の仕上げが2種類。石の表面にのみの跡が残り変化に富んだ仕上がりとなるのみ切り仕上げ。色は白、錆、桜の3種類があります。そしてハンマーで表面を平らに叩き上げる微シャン仕上げ、白、錆、桜の3種類があります。こうした6種類の石をバランスよく組み合わせ、職人さんの手で石畳が完成します。そうですね、こういうとこ最近は特にこう SNS でアップしあったりとかで、航空写真で Google で見られたりとかそういうのもありますんで、家帰ってこれお父さんやったとこやでとか言いながらそういうのができるようになったのも楽しいですね、やりがいとしてはね。で出来上がりが自分らがやったとこは見えるんでね、やっぱりそういう意味ではやりがいは感じてやってます。数多くの実績を上げる東洋積層、その強みは何でしょうか？物流センターなんかにはたくさん在庫置いてますんで、急な変更にも対応できますし、他社では急にドンとまとめて材料入れられへんかも分かりませんけど、うちはやっぱりあんだけ大きい倉庫持ってますんで。東洋積層が誇る東近江物流センター、毎日のように海外から輸入した建材がコンテナで運ばれてきます。まあ、コンテナ一つで中身でほぼ20トンありますので、それがかける400から500年間入ってきます。東洋積層ではこうした建材の輸入卸販売も手掛けています。これをもう一度加工することは我々はないんですけども、最終商品として建設会社、施工会社、造園屋さん、そういうところが工事に使って家だったりビルだったり公園ができるわけです。ここには世界10カ国以上から取り寄せた石やタイルなどの建材が大量に保管されています。全部在庫を置いておいて、お客さんいつ注文いただいてもすぐ出荷できると、そういうやり方をしております。国内をはじめ世界各地の良質な建材の納品を安心安全スピーディーに対応するのが東洋積層の強み。こちらの物流センターにはそうした建材のショールームも設けられています。まあ、ここはタイルを展示している部屋でして、中国から輸入したもの、イタリアから輸入したもの、スペインから輸入したものを紹介しております。中でも特徴的なものは、
こちらに見えているのが大理石にしか見えないですけども、これも焼き物のタイルで工場で作ったものなんです。かつては1枚は良くても、はい、何枚か並べると同じパターンが出てきて、やっぱりちょっと作り物かなって感じがしたんですけども、今はもうすごい多くのパターンが混ざって作るんで、よっぽどの専門家でない限り区別がつかないぐらいよく似たものができるようになりました。他にも薄いタイルも需要が高まっているとか。焼き物のタイルでこれは 4.8 ミリという厚みなんですけども、例えばリフォームされたいという時に1センチ1センチあるタイルを貼るにはもうちょっと無理があるとか、それから今すでにタイルが貼ってあるけどもその上からもう一度貼りたいとかいう時に利用していただけるように、こういう薄いタイルを扱っております。こちらは一見木目調ですが、これもタイルでしょうか。フローリングのように見えますけども、これも焼き物のタイルなんです。でこういうふうにちょっと古びたようにもうわざとこう汚れたり傷がついたようにわざと作ってるんです。そしてこちら石材のショールーム。こういう石を貼り合わせてこう自然に積んだような壁面を比較的簡単にできるように今割と流行っております。こちらは本当の大理石。スペインあり、イタリアあり、大理石というのはサンゴとか貝が死んだのが海に堆積して、それがもう一度地下の熱で変性したものが大理石なんですね。だからこんないろんな模様が出てくるんですね。輸入しているのは石材やタイルだけではありません。こんな可愛い雑貨も。そうですね、やっぱり石材タイルだと建築業界にだけに依存するので、やっぱり将来会社がどういう方向になるかわからないので、いろんなことを挑戦しようという社長の方針でこういうものも扱ってます。この物流センターで注目するところがもう一つ。レンガで囲われた壁、緑に覆われたゲート、まるで美術館のような佇まいです。こだわっているのは外観だけではありません。敷地内をめぐる環壕。どうして物流センターの中に環壕が作られているのでしょうか。まず雨水をですね、まず外部に出さないということで、下流の方に流さないという施設になっております。一つの防災システムが一番の目的になっております。はい。従来の設計では排水計画が一般的です。そのため台風や豪雨など大量の雨水が流れ出し、下流域の住民の生活に影響を及ぼしたり、洪水などの災害の発生の一因になる恐れも。この物流センターでは雨水流出抑制システムを導入し、貯水槽に一定量たまった雨水を環壕に流します。その環壕の下には浸透マスを設け、地下浸透を促します。また駐車場には電気充電設備を設置、屋根にはセンターの電力消費をカバーする大容量の太陽光発電も。持続可能な未来に向けて先駆けとなる取り組みが光ります。すごい物流センターでしたね。はい。これ物流センターはまず滋賀県にあるということで、やっぱり物流拠点としてですね、滋賀県って非常に貴重なので、それで大きなね拠点を設けられるというのはありますけれども、日本の真ん中ですもんね。そうです。今現在ある物流センターにもう一つ今物流センターも建設中だということなんですね。また環境に配慮したいい物流センターになるんでしょうね。そうですね。持続可能な未来に向けて取り組みを行っている東洋石装ですが、社長がどんな方か気になりますよね。
続いての VTR では社長の人柄に触れていきます。創業31年を迎える東洋石装。この会社の舵取りを行う山村文志郎社長、どんな方なんでしょうか。社長がね、親しみやすくて、はい、よく喋っていただけるんで、作業していてもしやすいなとは実感はありますね。時には、厳しい時もあるんですけれども、社員のことを思って接してくれてると思います。そうですね、非常に大きな夢をねずっと持っておられる方で、もっと良くしよう、もっと良くしようというね、常にこう伸びよう伸びようとされるところがね、非常に僕らもこうついていきやすいと言いますかね。その山村社長を訪ね訪れたところは、近江商人松井久左衛門の旧宅。住宅地の計画が進められる中、取り壊すのは忍びないと山村社長が個人で購入したという屋敷。最初は不動産屋さんから紹介ありまして、ここ全部住宅地にすると、この建物全部はね、そういうことで庭の材料買ってくださいと、灯籠とかね、そう言われたもんで、それやったらもう全部買うわと、土地ごと買うわということで買ったわけです。築200年を超える建物は老朽化と白ありの影響で普及が進んでいましたが、山村社長は4年の歳月をかけ修復しました。大工さんだけでも千何百人かかってます。車間も300人400人かかってますね、はい。もともと庭師で黄綬褒章も受章した山村社長は、敷地内の5つの庭を整備。そうですね、私の思うように作りました、一本一本の木の種類、石の配置まで山村社長のこだわりが詰まっています。ただね、日本の文化でもありますし、建物もそうですし、庭もそうなんですけど、やっぱそういうもの大事にしたいというなんか気持ちはあるわけやから、だから一生懸命ね、そしてまたこの地元のもんがやっぱり守っていったらいいもんかなと、いいんじゃないかなと思っています。風景とか景観いうのはやっぱり地元の地域の人たちのやっぱり心かなというようなことを感じますので、やっぱり大事にね、できたらできるだけしたいなと、そういう思いがあります。近江商人の三方よしに加え環境よし、その精神が東洋石装に生きています。スケールの大きな社長さんでしたね、はい。やっぱり文化を守る、それをですね、地元で守ると、言い切ってしまったところね、本当に継承していきたいなという思いが強く表れていましたし、私も下ちゃんと見なくちゃいけないなと思いました。本当ですよね。まちづくり文化の継承という点で CSR 企業のこの社会的責任も果たしていると言えるんじゃないでしょうか。以上ビズラボでした。美味しかった、マスター、ごちそうさま、そろそろ帰ろうかな。もう帰るの？今日はえらい早いね。おばあちゃんが株やってての、株主優待券もらって、これで何か美味しいもの食べに行こうっておばあちゃんと約束してての。のぞみちゃんとこのおばあちゃんって株やってはんの？マスターは株やってへんの？そんなお金ないもん。株で儲けてそのお金で多角経営できるんちゃう？そうやね。せけどその前にその株主優待券僕にちょうだい。あげまーす。あげまーす。ほれほれあげまーす。欲しかったらマスターも株主になってちょうだい。
株主優待ですか。もうそんな季節ですね。はい、株主総会が6月下旬、はい、まあ、集中する時期と言われていますよね。そうですね、まあ、株式という仕組みを使ってお金を集めている組織とでも言うんでしょうかね、はい、それが株式会社のことです、はい、で例えばなんですけど、世界一まあ美味しいコーヒー自分は作れるんだと、はい、絶対の自信を持っているオーナーがいるんですね、はいはい、ところがね、オーナーお金がないんです。なのでコーヒー豆、調理器具、それからお店を出すこともできない。だからせっかくですね、美味しいコーヒー作れるんですけど飲んでいただく機会がないんですよ。ところがある時ですね、そのマスターの作るコーヒーを飲んだお客さんが大変感動するんですね。ぜひお金を出すからマスターにコーヒーで出してと。ただ条件があるんですね。例えば儲かったらその一部のお金を分けてほしい。それからたくさんお金を出しますからその見合うだけのコーヒーチケットをサービスしてほしい。それからもう一つ、1年間が終わったらお店の成績を嘘偽りなく報告してほしいと、そういう3つの条件を課すわけですね。でこのようにして事業をしたい人、あるいはお金を出したい人というのが、まあ、うまく回ることによって経済が発展していく仕組み、これをまあ作ったことが株式会社というのが今日まで発展していると。最大のまあ理由というんですかね、株を買うというのは、まあ、儲かる以外にも皆さんいろんな理由があるんですよね。はい、メリットもたくさんありましてですね、はい、例えば好きな企業の純粋に応援しましょうというのも一つありますよね、はい、それから成長しそうだという企業を見つけたらそれを発掘して高くなったら売る。他にもですね、配当金ですとか株主優待を得る、それから預貯金ですとか不動産のように財産投資ですね、この財産形成の一部になることもあれば、最後経営の手段ですね、経営する権利、参加する権利ということで株主提案権とか議決権というものもあります。とかく言えるのは、自分ではできないような魅力的な事業を行っている会社、それから経営者がいたらお金は出すから自分の代わりにですね、うんと儲けてほしい、成長してほしいっていう思いを実現できることが株のまあ最大のメリットですね。株主総会に参加するじゃあメリットっていうのはあるんでしょうか。はい、まあ、株主というとたくさんお金出さなくちゃいけないイメージがありますけれども、じゃあ少ない元手で投資する株主さんでも、はい、株主総会行くメリットたくさんあるんですね。例えばお土産、株主総会行くと もらえたりとか、株主懇親会といってですね、経営者と株主が一緒に話しましょうという場が持たれることもあります、はい、それから会社の経営層から直接今の会社の状況、今後どうなりますっていうですね、間近で説明を聞くことができる。でそれに対して質問を自分からぶつけることもできますし、議決権という投票権がありますから、はい、これを通じて経営に参加するっていうこともできますね、まあ、これによって、まあ、株主になれば、はい、株主というものを通じて、会社ひいてはまあ日本経済の発展にも貢献しているのかなというふうに言えますよね、うん、では投資家のこう対話圧力っていうのが強まれば企業の改善、いいふうに広がっていくという考えてもいいですね。そうです、健全なまあ社会発展ですかね、はい、経済発展にまあつながると言えましょう、はい、以上ビズログでした。続いて経済ウィークリーです。文部科学省からスーパープロフェッショナルハイスクールの指定を受けている県立八幡商業高校では、滋賀大学の教授からビジネスプランを学ぶ校大連携の授業が実施されました。スーパープロフェッショナルハイスクールとは、文部科学省が全国のモデルとなる専門的職業人を育てる学校を指定し、その取り組みを支援するもの。3年生の生徒9人はこの日、それぞれが事前に考えてきたビジネスプランを話し合いました。八幡商業高校では今年度は初めて海外で販売実習を行うなど、企業としてのコンプライアンス意識を学ぶ授業を行うということです。滋賀経済ナウ、今回は荻窪さんいかがでしたか。はい、今回の東洋積層、はい、印象的だったのがね、はい、まあ、これお父ちゃん作ったんだよっていうセリフがちょっとありましてね、自分の会社のまあ製品に愛着を感じられる、自信を持って進められるっていう企業たくさんありますけれども、はい、そういった滋賀からですね、これからもたくさんの企業が生まれてくると思いますから、注目していきたいですね、滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。
マスター珍しく新聞読んでんの？うん、僕もね、株を始めようと思ってね。それはいいけど、どんな株を買ったらいいかちゃんと分かってんの？分かってますよ。株を買ったらいい会社とかけまして、古いパンツのゴムと解きます。その心は？伸びる一方、伸びる一方、バザーイバザーイバザーイ。マスターに先を見る目ないやろな。何を言ってんねんな。大丈夫やって、僕にはね、あちらにおわします、経済のスペシャリストたちがついてんねんから、あの人たちに聞いたらまず間違いないでしょ。てかマスター、ガチな先生、お願いいたします。